元々は統一協会が能登でボランティアということについて赤旗がいじってる件をいじり返そうかなって思ってたんですがなんか生林市の件が面白いというか皆さんこんにちははにゃです本日は2024年2月28日ですねでこの動画ではキックバック不記載騒動に関連した政治倫理審査官に関するごたごたについてまとめておきたいと思いますので 結局、岸田文雄がそこそこうまくやったのかなと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。で、皆さんもご存知の通り、2023年の秋というか、冬というか、そこら辺から政治資金パーティーのキックバック不記載に関して裏金騒動が発生。その中心になったのは元安倍派。 まあ他の派閥もってのもあるけど中心はここでしょうねで結局岸田政権においてかなりの力を持ってたのに岸田内閣から安倍派メンバーが外れることにそしてキックバック騒動について起訴はとりあえず逃れることになりますがまだ検察審査会でどうなることやらという状況ですよねこれ万一強制起訴にでもなれば公民権停止が待ってるわけで議員としてはなかなかスリリング また、キックバックに関連していたメンバーは国会で説明をという話も。そもそも日本が採用している議員内閣制では国会に対して内閣は説明責任を負うわけで、従って国会や委員会では政府の人間が国会に対して説明責任を負うことはあるわけですよね。従って予算委員会では総理が説明をするシーンが放送されるわけですが、単なる国会議員は関係ないんですよね。 それこそ、ああ、私はあれは文春の誤報と言っていいと思いますが、いわゆる木原事件騒動では、もともと官房副長官だった木原政治議員を、騒動中に内閣から外して党に戻した際には、国会での追及から逃げたのでは、みたいなことを言う人もいたくらいでしたからね。そして2月末に5人の中心人物が衆院政治倫理審査会で、 公の場で出るのかということについて2点3点したのが今回の騒動ですよね。例えば2024年2月28日午前10時30分の ANN の記事では、ごたごた成林心土壇場で開催見送り、西村氏が出席以降も撤回、自民完全公開拒否という見出しの記事で騒動を書いてます。話題の5人。 ああ事務総長経験のない萩生田さんの代わりに二階派の武田さんを入れて、あと西村さん、塩谷さん、松野さん、高木さんで5人ですが、この5人のうち、公開の成林審に出席の意向を示した西村さんや武田さんだったけど、結局それもなくなったという話が書かれてますね。ただそんな中、野党側がこれを批判。そして、野党4党は、 安倍2回、両派5人の成林審出席が確定するまでは来年度予算案の日程協議に応じないことで合意したという話が出ることに。しかしこれと並行して岸田総理自身が政林審に出席するよと発言し始める事態に。 呼んでもない岸田総理が生林審に来るとかどういうことやねん。ということで野党議員らの反発などがあったのですが、結局28日午後2時頃に話題の5人全員が公開の形式で生林審に出席する意向であることが報道される事態になったということですね。で、この話、各時点でのいろんな人のリアクションなどを見ておきたいのですが、そもそも生林審とは、 政治倫理の確立のため、議員が行為規範、その他の法令規定に著しく違反し、政治的、道義的に責任があると認めるかどうかについて審査し、適当な勧告を行う機関とされてますね。ただ、そもそも原則非公開の場であり、議員本人が承諾した場合に公開が認められるというシステムになってますし、また、承認喚問と違って、偽証罪などに問われることもありません。 ただ、そもそも国会の場で議員に話を聞けるという意味ではある意味特殊なシステムであり、国民の代表である議員に対して話をすることになるという意味で議員の説明責任を果たすという属性もあるんでしょうね。ただ結局今回、最初は話題の5人について出ない方向で話がまとまりかけた。そうすると総理が突然俺が出ると言い始めたんですね。 例えばこちらはテレ東の政治部の篠原キャップのツイートの引用になりますが、岸田総理は28日の朝のぶら下がり会見で、政令審の開催に向けては、開催の見通しが立ってない、こういった状況にあると承知しています。与野党の陰引きの中で開催の見通しが立たないということ、極めて残念なことであります。 今の状況、こういった状況のままでは、ますます国民の政治に対する信頼を損ねる。国民の政治に対する不信。これはますます深刻になってしまう。強い危機感を感じていたところであります。以上のような、この点を踏まえて、 私自身自民党総裁として政令審に自ら出席し、マスコミオープンのもとで説明責任を果たさせていただきたいと考えております。その上で、志のある議員に説明責任を果たしてもらうよう、あらゆる場でこれからも努力してもらうことを期待しております。そのように申し上げております。 ということなんですね。はい。こんな風に、生林審が開かれないという状況において、俺が出るわ、と、岸田さんが言い始めたんですね。これに対して、例えば、立憲民主党の泉健太代表は、呼んでもない岸田総理が、突如、政治倫理審査会への出席を表明。総理、あなたは予算委員会で答弁すべき立場だ。裏金の経緯も何も答えず、曖昧なままではないか。 まず予算委員会で政治改革を前に進めるべきだ、それもせず、誠倫心で何を語るのかと、総理の対応に批判をする。 でね、私、基本的にこの時には、泉健太のリアクションはそこそこ正しいと思ってるんですね。まあ、そもそも予算委員会の審議の対象が広すぎて、予算委員会でキックバック騒動を話すのはどうやねんという気もしますが、改めて岸田文雄さんが政林市に出てきても、予算委員会でもうやってるし、お呼びじゃないねんというのはまあわかる。ただ、これ結構多くの人が意識してない気がするんですが、地味に岸田さん、ぶら下がり会見で、 私自身、自民党総裁として、政林審に自ら出席し、と表現してるんですね。はい。総理として出席じゃなく、自民党総裁として出席と言ってます。ここら辺、普段から適当だと、同じ人じゃねえか、ってまとめちゃうんですが、各州委員会などでも、どの身分で出席するかって、結構地味に大事なんですよね。ですから、総理としての発言なのか、それとも自民党総裁としての発言なのかっていうのが、地味に大事。 たまに総理の所信表明などで憲法改正について触れると総理がそんなこと言うとかふざけてるとか騒ぐ人がいますよね。まあそもそも総理が憲法改正について触れてはいけないってのが間違ってると思いますが仮に総理が憲法改正について公の場で言うべきではないという立場でも 例えば2024年1月30日の施政方針演説で総理はあえて自民党総裁として申し上げればと前置きして憲法改正について前向きな発言をしています。まあ、施政方針演説で総裁の立場の発言をするのかというツッコミはありますが、総理が憲法改正を発言するのかという批判は回避してるんですよね。これって。 で、そもそも予算委員会は総理として出席してるわけで、自民党内部の問題について形式的に考えると答えるのはおかしいというのもある。従って、総裁として政倫審に出席するというのは、ある意味この問題に正面から対応できる立場で発言するという宣言でもあると言えるのは、その意味では、実は意味があるとも言えるのかもしれない。 そして総理は、志のある議員に説明責任を果たしてもらうよう、あらゆる場で、これからも努力してもらうことを期待しております、と言ってる。実際、この成林審に岸田さんが出るよ、ということになった後、すぐに話題の5人も、公開の形で成林審に出るよ、ってことになったわけで、岸田さんの思惑通り、ということになったのかな。ただね、繰り返しになりますが、そもそもは、泉健太代表のリアクションが正しいと思うのよ。お前読んでないよ、ってのは。 そもそも問題の議員の説明責任を果たせってことを考えるなら、キックバック騒動についてそこまで実態に詳しくないだろう岸田さんが代わりにでどうするねんってのもある。ですから私は別に岸田さんが成林市に出ると言ったことについて、岸田さんが男を見したとかいう気には全くならない。岸田さんの自民党内での力が不足してるんだろうなって気にしかならない。ただ味方を変えるとむしろある意味岸田さんがお情け的な感じでやったのかな。 いやねそもそもキックバック騒動で問題になった派閥の幹部には離党を促すって話もあったくらいじゃないですかまあ起訴もされてないから見そぎは済んだって話もあり得るでしょうがまあ問題のある行為であったことは間違いないわけで責任者たちが一度離党して無所属で当選したらまた自民党に復党できるようにするというのも一つのやり方ではあるただ岸田さんはそういうことはしないのかな 他方、岸田さんは、総裁として5人の政林審出席を強制することがある意味できなかった ある意味、だからこそ自分が政倫士に出ることを5人への最後通告にしたのかしら。まあ、どうも政倫士においては、岸田さんに対しては野田さんが出席するということで、あれすでにこの2人のやりとり、予算委員会で一度やってるから面白みがないなって気持ちと、今度は総裁としてどう答えるのかしら、という若干のワクワク感がありますが、メインは枝野さんが担当する方でしょうね。 で、本来は岸田さんは、総裁としてのリーダーシップで、生林審に5人の出席をさせたかったのに、そこまでの力がなかったから、ある意味自分が出席するというパフォーマンスを通じて、5人に出席させようとしたのかなって気がするけどね。もちろんそれも一種のリーダーシップと言えるかもですが、まあ、裏技だよな。<laughs> まあそう考えると、岸田さんの力が微妙な中、有効な手段をある意味取ったというわけで、岸田さんとしては負けはしないで、何とかしのいだという感じがするんですけどね。まあ何にせよ、まあある意味岸田さんが誠実な気持ちで、そして、まあある種の力技で、 事態を改善したという意味においては、まあ悪くなかったんじゃないのかなって気もしますけども、まあなかなか岸田さんもね、党内で力を発揮できてないのかなっていう意味においては、やっぱり心配だな、そんな気はするんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想をコメント欄でお伝えください。またね、立憲民主党の中でね、リーダーシップをめちゃくちゃ発揮している泉健太さんにとって、ちょっと気になる件として、例の梅谷守議員が日本酒を配って、あれ それって普通に公粛選挙法違反じゃねえってことについてお伝えした動画をこちら側に。そして、世界のデマ拡散期原口和弘議員を放置している件について、断した動画をこちら側に合意してますので、泉健太さんのね、たくましいリーダーシップを鑑賞したい方は、ぜひともチェックしてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんの高評価ボタンがこの動画の拡散力、パワーになりますから、動画が面白かった方はね、ぜひとも忘れずにしてってください。では、次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。